西日本をご利用くださいましてありがとうございます。羽組線3線を通ります。特急やくも7号出雲市行きです。この列車は6両でお運転しております。前から1号車、2号車の順に1番後ろ6号車です。全車両禁煙とさせていただいております。 グリーン車指定席は先頭の1号車です。普通車指定席は2号車、3号車、4号車です。自由席は後ろ売りの5号車と6号車です。トイレ、洗面所は1号車、2号車の後ろ売りと4号車前より5号車後ろ売りにございます。なお4号車の 前よりのトイレは一部女性専用トイレです。車内販売はございません。ご不便をおかけいたします。止まります。駅と到着時刻をご案内いたします。次の倉敷には10時16分に着きます。三重高橋には10時40分、新見11時6分、 ねう11時49分、米羽12時12分、安杉12時21分、松江12時36分、玉造温泉12時42分、新地12時53分、終点出雲市には 13時5分に着きます。携帯電話のご使用についてお願いをいたします。携帯電話の着信音や車内での通話は周りのお客様のご迷惑となることがございますので、あらかじめマナーモードに切り替えていただきまして、
反対列車との行き違いのため、まもなく一旦止まります。ございました。まもなく寝腕、まもなく寝腕、お出口は左側です。お降りの際には列車とホームの間の隙間や段差にお気をつけください。2分遅れの到着です。到着遅れましたことをお詫びいたします。
また平安時代に山岳仏教の霊場として栄えたところで、今でも多くの遺跡に昔の面影を忍ぶことができます。天然記念物の大仙キャラ木などの高山植物も多く、四季を通して楽しむことができ、山陰を代表する行楽地です。米子駅から車でおよそ40分です。国立公園大仙のご案内でした。市は宍道湖と中海に挟まれ、町の至る所で水のある風景に出会え、水の都と呼ばれる国際文化観光都市です。 JR 松江駅より北側には松江城を中心として、特に武家白魚、ワカサギ、スズキ、ウナギ、モロゲエビ、コイ、シジミは宍道湖の七味と呼ばれ、この地方の代表的な価格となっています。ありがとうございました。まもなく玉造温泉です。まもなく玉造温泉です。
出口は右側です。降りの際には列車とホームの間の隙間や段差にお気をつけください。 乗り忘れ物ございませんようご用意ください。乗り換えのご案内をいたします。本線大田市浜田方面特急スーパー松田空港行きは松田行きは着遅れましたことをお待たせしました。本日は特急約号7号をご利用くださいましてありがとうございました。